股関節ストレッチをしていきましょう。股関節の内側、内もも、内転筋を伸ばしていきます。和式スタイルで座ったら、両手を合わせて肘を張り、自分の肘で膝を外側に押し出していきましょう。左右に揺れて股関節周りを動かしていきます。背中を丸めてみたり伸ばしたりすることで、ストレッチの感覚が変わってきます。左右差が気になる方は、お尻をついて膝を左右に倒していきます。内側と外側に股関節を動かして左右差を感じていきましょう。さらにそのまま上体を連動させていきます。膝、股関節、仙骨から背骨、首、頭とイメージしていきます。関節を一つずつイメージしながらしっかりと動かしていくことで左右差が取れていきます。凝りや痛み、詰まりを感じている方は体が力まないように行っていきましょう。